こんにちは。圧倒的200万登録者数を誇るも都市伝説界隈に入り損ねたちゃんとしたぼっち。コミュニケーションの取り方が普通にわからない、もう手遅れ。でもサバンナではこれが普通です。今日も一人で生きていく野生動物、キリンですということで、今回は近い将来日本を襲うと言われる巨大地震が公式的に予測されない理由をはじめ、これまでに巨大地震を的中させた予言の裏側や、名だたる地震予言者たちが語る X で人間が地震を感知するとある能力など、来たる巨大地震にまつわる全てをご紹介していきたいと思います。ではいく。日本で最も驚異的な災害。古くより世界各国では災害に関する予言や終末論、そして人類が迎える新たな世界について様々な情報が飛び交っています。とはいえ、我々の暮らす日本では予言をはじめとする未知なる情報源からもたらされる警告はどちらかというとあまり受け入れられていないと言えるでしょう。しかし、日本は世界有数の災害大国であることから、取り返しのつかない事態に見舞われる前に、今一度何が起こるかわからない未来について考えてみてもいいかもしれません。ちなみに、日本国内における最も発生率の高い自然災害は台風であり、その割合は全体の半数を超える 57.1% と記録されています。そして、台風の次に発生率の高い災害が地震であり、その割合は 17.9% と言われています。また、地震に次いで洪水が 14.7%、地滑りが 6%、そして最も割合の少ない火山で 4.3% という確率で発生します。これは、一見台風が日本の自然災害の大半を占めているように思えますが、一度発生することで最も大規模な被害を生み出す自然災害は地震とされており、自然災害が発生した被害額の8割が地震によるものと言われています。ちなみに、気象庁の情報によると、全国各地で発生する小規模な地震であれば、ある程度予測可能と言われています。しかし、その一方で、甚大な被害をもたらす大地震については、100年近くの周期があることや、発生する間隔に一貫性がないことから、天気予報のように、明日の情報や1週間以内の情報として、精度の高い予測をすることが困難なのだそうです。そのため、気象庁は、一般的に出回っている地震の余地はデマという見解を見せています。しかし、近年最も甚大な被害をもたらしたとされる2011年3月の巨大地震が発生した後には、この地震を予言していたのではないかと指摘される作品や記録が発見されています。仮にこれらの予言があらかじめ一般的に周知されていたのであれば、信憑性や的中率に関する賛否両論の意見はさておき、少なくともそれぞれが地震について考え直すきっかけを作ることができたかもしれません。そこで、ここからは過去に当たった予言にまつわる真実を紐解いていきたいと思います。的中させた予言の真相。2011年3月に東北地方を襲った巨大地震を予言した作品といえば、過去にこのチャンネルでもご紹介した私が見た未来という1999年に発刊された辰木亮さんの漫画作品が挙げられます。しかし、辰木さんによる予言は表紙部分に大災害は2011年3月と書かれていたのみで、その真相については簡単に説明すると、夢によってイメージが湧いてきたというだけで、具体的な情報はありませんでした。また1999年当時は12年も先となる未来の警告について関心を示す読者は少なく、本書は巨大地震発生後に話題を呼んだこともあり、予言を的中させたと称賛する声がある一方で、偶然ではないかと疑問視する声も一定数存在します。しかし、2011年3月の巨大地震から約1ヶ月前となる2011年2月16日に、地震の時期や発生する場所、そして被害の規模まで予想していた日本人女性がいたことをご存知でしょうか。女性は松原照子さんという経営コンサルタントを本業とする人物なのですが、スピリチュアルな世界を題材とした作家としても活動しており、政界や財界にも信奉者が存在すると言われています。そんな松原さんは自身のブログ幸福への近道の中で、大地震について具体的な予言を記しており、タイトルに当て字で予言と題された記事の中には、冒頭部分から地震が気になり始めたとして、災害は忘れた頃にやってくる、どうか備えあればをお忘れにならないようにしてくださいと綴られています。そして、気になる予言にまつわる部分ですが、松原さんは岩手県東南部に位置する陸前高田という地名が声にならない会話を自分にしていると説明し、地図上で場所を確認していたところ、今度は同じく岩手県東南部に位置する釜石市のあたりが赤く見えたと表現しました。そして、揺れは広範囲と記した上で、岩手、秋田、山形、宮城、福島、茨城といった主に東北地方の県名を挙げ、これだけ書けば当たると思われ
われる賢明だが勝たずにはいられないと綴っています。またその他にも東京、千葉、埼玉、神奈川など関東地方も記しており、あまりにも広範囲であったことから今日は地図を見る力が薄れているのか心配になる、これほどの賢明を書いただけに他を見る気がなくなったといったコメントを残しています。そして松原さんは記事の終盤部分に近日中という時期を記しており、何回か揺れを感じる、かなり広範囲なのかもしれない、大きな揺れを感じる私がここにいますと地震の可能性を強調しました。そして2011年3月にはブログの投稿から1ヶ月も経たずして松原さんが言及していた広範囲に及ぶ地震が実際に発生しました。そのため一部では預言者として注目を集めており、地震以外にも2016年にトランプ大統領が当選したアメリカ大統領選や2020年の東京オリンピックが延期されること、世界的に流行したウイルスの出現も的中させたとして話題を呼んでいます。しかし実際のところ松原さんは地震に関して2005年頃から頻繁に投稿を繰り返しており、世界的なウイルスについても10年以上触れ続けています。また2020年の東京オリンピック延期に関しても実際のところは中止と言及されており、その理由については猛暑やゲリラ豪雨が選手を襲う、台風が直撃して中止されるなどと書かれていることから、厳密に言えば的中ではありませんでした。そのため全ての情報を予言として解釈するには無理があるのですが、松原さんが長年同じ脅威について言及し続けた背景には何かしらの確信があったという可能性も考えられます。また辰木亮さんが12年前から2011年の大災害を予言していたという事実に加え、松原さんが今回ご紹介したブログ記事の冒頭で触れていたように、巨大地震をはじめとする大災害が忘れた頃にやってくるのはあながち間違ってないのかもしれません。今世界が注目する地震予言者、ここからは2011年3月の巨大地震以外で過去の地震を的中させた人物をご紹介していきたいと思うのですが、近年では世界中のあらゆる地震を予言していたとしてオランダの占星術師フランク・フッカー・ビーツ氏が注目を集めています。そんなフランク氏の予測方法とは、簡単に説明すると太陽系にある惑星の配列を分析することで未来に起こりうる地震を予測するというもので、本人曰く太陽系の惑星と月の配置が地球上のプレートに影響を及ぼすとのことです。しかしフランク氏の予測方法は科学的知見を持つ専門家たちからは否定的な見解が多く寄せられています。とはいえフランク氏は科学的な知見を持つ地震学者よりも地震予測の的中率が高く、2015年10月のアフガニスタン地震や2015年11月のペルー地震、2015年4月のネパール大地震など主にマグニチュード7以上を記録した数々の巨大地震を的中させています。また日本の地震に関しても2015年5月の小笠原諸島西方沖地震や2016年4月の熊本地震に関する予測を的中させているため、国内でもフランク氏の予測情報には注目が集まっています。そして最近では2023年2月6日にマグニチュード 7.8 を記録したトルコの大地震を地震発生の3日前に予言しており、ツイッター上では実際の震源地となったトルコ中南部や周辺国の地図とともにマグニチュード 7.5 以上の大地震という大規模な警告をしています。また最近では2023年3月27日に翌日となる28日から数日のうちに千島列島や日本、フィリピン、インドネシアといった西太平洋で大地震が発生すると発言しており、実際に3月28日の午後6時頃には青森県東北沖を震源地とする地震が起こっています。そしてさらにフランク氏は強い地震は連鎖する傾向があると述べており、そんな不吉な予測を裏付けるかのように2023年5月5日には石川県能登地方でマグニチュード 6.5 を記録した地震が発生し、5月11日には千葉県南部でマグニチュード 5.2、 最大震度5を記録した地震も起こっています。また最近では日本政府が北海道と東北の太平洋沖にある日本海溝や千島海溝沿いで巨大地震が発生することを危惧し、甚大な被害が懸念される北海道、青森、岩手、宮城に延べ15万人の自衛隊や警察を派遣する救援計画を発表しているため、巨大地震はかなり身近な存在になっていることが考えられます。しかし今後近い将来地震による被害が懸念されているのは北海道や東北だけではありません。またフランク氏は能登地方の地震発生以降も今後日本で起こる可能性が高い地震を指摘しています。そこでここからはフランク氏が発表した未来の予測に加え、今後2023年中に発生すると予言された地震の数々をご紹介していきたいと思うのですが、これらはあくまでも予言ということを忘れずにご視聴ください。2023年の危機、
2023年6月18日、先ほどご紹介した地震予言者のフランク氏が自身の YouTube チャンネルにて今後の地震にまつわる情報を証言しました。なんでもフランク氏は前回更新した動画の中で6月13日に惑星が直列することを指摘しており、直列の後には大地震が起こるのではないかという見解を示しました。そして実際に惑星直列から3日後となる2023年6月15日にはフィリピン北部でマグニチュード 6.3 の地震、その翌日となる6月16日にはフィジー諸島南方でマグニチュード 7.2 の地震が発生したことを言及し、またもや予言を的中させました。そしてフランク氏は続けて6月14日と6月16日に起こった大気変動が日本に影響を及ぼしたと述べています。また重要な配列が6月の23日から25日までに3つ発生すると語り、動画をアップロードした6月18日より2週間以内に非常に強く大規模な地震が1回、2回、場合によっては3回発生する可能性があることを警告しました。しかし6月19日から6月30日までの間に日本国内で発生した地震を確認すると、北海道から沖縄にかけて全国で60回以上もの地震が発生しているものの、いずれも震度1から3となっていることから、フランク氏が警告するような大規模な地震は発生していません。とはいえ、これまで数々の大地震を的中させたフランク氏による警告ということもあり、近いうちに予言が的中してしまう可能性はなきにしもあらずと言えるでしょう。また2023年に日本で大きな地震が発生することを警告しているのはフランク氏だけではないことが判明しています。そのもう一人の予言者とはルイーズ・ジョーンズさんというイギリスで最も有名な予言者で、彼女は占星術師としても活躍しながら水晶玉を使った投資も行う、いわばサイキックとして知られています。またルイーズさんは世界各国にクライアントを持ち、ヨーロッパ諸国では行方不明者の捜索や凶悪事件の捜査にも協力していることから、かなりの実力者であることが伺えます。ちなみに近年では2022年7月27日に発生したマグニチュード 7.0 の南シナ海沖地震や、2021年に発生したアフガニスタンの空港近くで発生した爆発事故、2022年にイギリスを突如として襲った激しい熱波などの予言を的中させており、一部では的中率 90% とまで言われています。そんなルイーズさんは2023年2月に世界各国で多くの自然災害が発生すると述べており、日本に関しては地震以外にも大きな津波が襲いかかる2つか3つの火山災害というビジョンが見えたそうです。またルイーズさんは日本の地震に関して再びクレイジーな地震が発生すると述べていることから、大規模な地震であることが伺えます。そして具体的な場所に関しては NAP の文字を含む場所、地域、もしくは町と明かしているのですが、ネット上では日本国内にある地名ではなくジャパンではないかというコメントが寄せられています。しかしルイーズさんは逆三角形もしくはハート型のような奇妙な形の地形が見えると言及していることから、日本にあるどこかの地域を指しているのかもしれません。とはいえルイーズさんがこれまで的中させた予言を振り返ると、具体的な内容を交えて予言するタイミングはいずれも実際に発生する数日前となっていることから、今後もルイーズさんの警告に注目が集まると考えられています。全ての警告。ここまでいくつかの予言者たちの警告や過去の予言をご紹介しましたが、いずれも抽象的な表現がほとんどとなっています。これは世界的な予言者として知られるノストラダムスの関係者曰く、予言をすることで人々の潜在意識の中に危機察知能力が生まれるため、タイミングにズレが生じてしまうのだそうです。そのためかつてノストラダムスが予言した1999年7月に空から大魔王が訪れ人類が滅亡するという説は皆さんご存知の通り外れていますが、これは先ほどご説明したように人々の意識的な影響からタイミングに時差が生じた可能性が高いという見解が示されています。そして2001年9月にニューヨークの複合ビルへ飛行機2機が墜落する大惨事が発生した際には、ノストラダムスが言及していた空から大魔王とは飛行機のことだったのではないかと考えられたそうです。そうしてこういった予言の影響力が考慮されているのか、近年天才予言少年として注目を集めているインド人のアビア・アナンドさんも以前日本の地震に関して言及した際に2023年の7月と8月が危険と述べているのですが、具体的な日付や場所などは明かしていません。しかしアナンドさん曰く10月は非常に危険なのだそうで、その中でも特に注意が必要な期間として10月28日から30日という具体的な日付を述べていることから、予想された日付の前後は注意が必要と言えるでしょう。またアナンドさんの最新の予言によると、今後の日本はネガティブに向かうのだそうで、その理由としては日本は火星から否定的な影響を受けている、火星の位置関係から見ると巨大地震の発生が迫っているとのことで、過去に起きた巨大地震は全て火星の位置が悪かった
ったと語っています。しかし先ほど2011年3月の巨大地震を予言した漫画家として紹介した辰木亮さんは、次に訪れる大きな災害は2025年7月と述べています。そして作中においては明確な日付が記されていないものの、ネット上では2025年7月5日ではないかと噂されています。とはいえ、これは辰木さんが予知夢を見た日付が2021年の7月5日であったことから出回った情報で、本人からは7月という情報しか明かされていません。そしてここからは存在そのものが真偽不明となっているのですが、2020年に突如として X 上に現れた自称2034年生まれで2058年からやってきたという国分レイと名乗る女性によると、2024年1月10日には十勝沖を震源地とした十勝沖地震が発生するとのことで、その規模はマグニチュード 8.2、 最大震度7、 3メートル以上の津波と言われています。しかし南海トラフの発生について質問された際には、ありませんと答えており、十勝沖地震の次は2037年1月に訪れる沖縄地震が甚大な被害をもたらすと述べています。そんな国分霊氏はツイッター上に現れた自称未来人というかなり怪しい人物となっているのですが、彼女はこれまでに2021年の東京オリンピック開催日や日本の金メダル獲得数、そして安倍総理辞任と後任の菅総理といった予言を 100% の確率で当てています。とはいえ、ネット上ではこれから起きそうなことをあらかじめ大量にツイートして的中したツイートだけを残しているのではないか、時間を操作しているのではないかという指摘が飛び交いました。そこで国分氏は未来へ帰還する前に顔出し NG としながらも、大阪で週刊誌の取材に応じており、大量ツイートできるような時間感覚でつぶやいていないとして予言ツイートの工作疑惑を否定しています。そのため国分霊氏が本物の未来人であったかは2024年1月10日に判明するのではないかと言われているのですが、仮に2024年1月10日の地震が実際に発生したとしても、国分霊氏曰く日本の未来は明るいとのことです。また国分霊氏以外にも2018年には2075年からやってきた未来人 YJ が存在するのですが、国分霊氏が南海トラフはないと証言する一方で、 YJ は2024年8月に南海トラフが発生すると語っています。しかし YJ の3ヶ月後に YJ の知り合いとして現れた2150年の未来人 XU は2018年5月23日に南海トラフが発生と述べており、南海トラフのみならずその他の全ての予言を外しているため、あまり話題になっていません。また国分氏や YJ、XU などの未来人による証言というのは、数々の予言の中でも特に信憑性に欠ける内容となっていることから、あくまでもこういった記録が残されていたという解釈に留めておくことをお勧めします。前兆にご注意ください。ここまで地震の予言についてご紹介してきましたが、実際に大地震が発生する前には前兆が現れると言われています。そこでまずは近年行われた興味深い研究をご紹介したいと思うのですが、何でも東京大学とアメリカのカリフォルニア工科大学の科学者や神経生物学者が34名の被験者を対象に時期にまつわる研究を行ったそうです。ちなみにこれまで人間には視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚といった五感のみで時期を感知するための第六感、自覚はないと考えられていました。しかし磁気を遮断した室内で人間の磁気を感知する能力を調査する実験を行ったところ、人間は無意識のうちに磁気を感知し異なる反応を示すということが判明したそうです。また日本人の脳の特殊性を研究する角田忠信さんによると、日本人の脳は知覚変動を捉えているそうで、無意識のうちに地震を予知している可能性があると言われています。そのため地震が発生する前に頭痛や耳鳴りをはじめとする何らかの異変を感知する人々が一定数存在していることは迷信ではなく、人によっては起こりうることと言えるでしょう。また地震の直前には人間以外にも海の生物や鳥類、犬などのあらゆる動物が異常な反応を見せると言われています。これは国や時代を問わず同じ傾向にあるそうで、紀元前にギリシャで発生した大地震の数日前にはネズミやイタチ、ムカデなどの様々な生き物が安全な場所に避難していたという文献まで存在します。また日本においても大地震の前にはナマズが暴れる、鳥が騒ぐ、深海魚が浮上するといった言い伝えがあり、近年では2011年3月の大地震が発生する1週間前に茨城県の海岸でカズハゴンドウというイルカの仲間が54頭打ち上げられた、地震当日には50羽近くのカラスが騒いでいたなど様々な報告が挙げられています。しかし驚くべきことに、地震前にあらゆる生き物が異常行動を起こす現象には科学的根拠がないとのことです。とはいえ
え、一部の動物たちが地震の直前に震源地から発生されるピーハという小さなエネルギーを感知しているのではないかという見解が示されているため、身近な動物の異常行動が見受けられた場合は地震の前兆という可能性があることを心に留めておきましょう。地震が起きたら。現在日本では2023年以降に発生する巨大地震として、日本海溝、千鳥海溝地震、首都直下型地震、南海トラフ沖地震が挙げられています。しかし日本は地震大国と言われていることもあり、いつどこで地震が起きてもおかしくないと言われていることから、日本に暮らしている以上、巨大地震は誰にとっても他人事ではありません。そのため、いつ地震が起きてもいいように非常用品の準備や避難場所の確認は必須とされています。またこれまで発生した巨大地震によって、地震発生から1時間以内に死に至った犠牲者の約9割は圧迫死と言われています。そのため、地震が起きた場合は家具の倒壊に注意するのはもちろんのこと、ガラスやブロックタイルを使用した建物や古い建物の近くはなるべく避けるようにしましょう。そして移動の際には頭上を守り、速やかに安全な場所へ避難することをお勧めします。また今回は地震をテーマとした予言をいくつかご紹介しましたが、この動画が皆さんの恐怖を煽るものではなく、いつか起こるであろう地震に備え、命を守るための優先順位について考えるきっかけになればと思います。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て、まあいろいろ言うとるけど外れるときは外れるからなぁと思った天国のノストラダムスは、お前がその流れ作ったの自覚しつつ、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと、私の予言は 100% 当たると思った X であらかじめ今後の全日程で予言の投稿予約してる豆かつ暇人は、自分の承認欲求が変な方向に行ってることに気づきつつ、 X やってるので概要欄からフォローお願いします。あと、私の予言では明日は晴れと思ったただの気象予報士吉住は VTuber チャンネルやってるので、概要欄からチャンネル登録お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、賢者タイムなんですけれども、マシュマロです。はい、キリンさん、こんにちは。こんにちは。挨拶で使われているこんにちはですが、 100% 下ネタですよね。ライブに行った時に自分もすごく言いたいのですが、恥ずかしくて言えません。何か別の意味もあれば言えそうなので、何か付け足していただけませんでしょうか、ということでありがとうございます。はい、まあこちらね、まあしょうがないなということでね、考えてきました。それがこちら、こんにちはとは、君に日はと書いてこんにちはと読みます。はい、そして日はこちらはですね、日和と読みますね。つまり君日和という意味なんですね、こんにちはっていうのは。いや、まあ要するにどういうことかというと、今日は君にと会うにふさわしい素晴らしい日だねっていう意味で、こんにちはって毎日言ってるんですよね。まあ画面越しではありますが、今日も君に会えて会うねふさわしい日でしたねっていうね、そういう素敵な挨拶になっております。はい、これが表向きの、意味ということでね、あのハンターハンターのあの年の四大行とかもね、あの表の意味と、あの裏ハンター試験を受ける者だけに教えられる裏の意味とかあると思うんですけど、まあそんな感じですね。まあヤルミナ教もですね、やっぱり一応密教なのでですね、まあこの現代でもね、やっぱり岸田幕府からあの弾圧されている身なので、あのこんにちはという本当の意味を教えてしまうと、やはりちょっと政府が、あの幕府がね、なあの御用だ御用だっていう感じで、あの駆けつけてきますので、まあそこはね、ちょっと隠れキリシタン、いや隠れキリンシタンの皆様たちはね、まあその一般人に聞かれた時は、これもね、方便としてね、君日和って意味なんですよっていうね、あの説明をしてあげてください。はい、ということで、社会のマイノリティとしてね、元気いっぱいやっていこうと思っております。はい、ということで、こんにちはということでした。